はい、皆様こんにちは、球次郎です。今日は G2 若手支配の優勝戦ですね、予想していこうと思います。でまず思想の見た目なんですが、4番、5番、7番、こちらの3社がすごくよく見えました。であと8番はちょっと7番の後ろ回って2球なので、まあ、正直ちょっと足りないかなっていうのはあります。で展開予想は、枠なりから7、8がどこまでかませるか。はい、で車検なんですが、まあ、前日の番組出た段階だと、まあ、7、8、8、7の折り返しはないかなと思いまして、4、5から7、8、8、7で予想してました。なんですが、まあ、ちょっと思想を見た感じですと7番の圭一郎選手がちょっとズバ抜けちゃってるんで、まあ、頭固定から内枠で8番の周平選手の3着固定ですね、まあ、ここを抑えに勝って、まあ、前日の予想通り4、5から7、8、8、7、あとは3番からもちょっと買おうかなと思います。今日の車検購入もケータアプリを使います。まあ、昨日の準決勝の動画でもお話はしたんですが、でキャンペーンが入っておりまして、まあ、通常新規の登録特典で500円入ってくるんですが、まあ、球次郎経由で登録をしてもらうと通常の倍の1000円ですね、入るとのことです。まあ、先着10名様というところになりますので、まだ使ってないよって方はぜひ一度この機会に使ってみてください。まあ、詳細は概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。はい、では行きましょう。7番の鈴木圭一郎が26思走、人気の中心、8番の青山周平と、この2人の戦いになるんでしょうか。12レース優勝戦、まもなくスタートを切ります。まずスタートですね。ブルーランプが消えていきました。10秒前となります。針が動いて5秒前、3秒切りました、2秒。若手支配争奪戦、12レース優勝戦スタートしていきました。2番の中岡、3番の尾形がスタート切っていくのか。7番の鈴木圭一郎、ここは6番で走、5番手まで車を押し上げたいところです。前は中尾が行きました。そして神山拓海です。尾形が遅れています。5番二村飛龍です。鈴木圭一郎は外を選択している。車を内に向けています。ここは4番手浮上、青山周平も5番手に上がってくるところ。レースは2周目です。4番の神山がトップを奪いました。2番中尾が2番手になりました。5番二村飛龍少し滑っている。外は7番の鈴木圭一郎です。6番の吉原、さらには8番の青山が中段で競っています。レースはまだまだ残り6周です。先頭4番神谷です。グレードレース初優勝、そして初優勝になるんでしょうか。4番の神谷匠、独走とまでいきません、よしよし。2番中尾の懐、5番の二村飛龍が上がってきて、7番の鈴木圭一郎が3番手、その時8番の青山は5番手です。レースは残り5周を切っていく。まだまだ神谷のレースです。二村飛龍が狙っています。鈴木圭一郎が先に仕掛けるのか。先頭神谷、インコースから二村飛龍が上がってくる。狭いところこじ開ける、入ってくる。7番の鈴木圭一郎はすぐ後ろ見ています。レースは残りここでようやく半分だ。鈴木圭一郎2番手負傷となった。その時青山は4番手、レースを作った神谷は3番手交代となりました。二村飛龍だ、地元の期待を一心で追っています。背負っている二村飛龍、4コーナー立ち上がって、レースは残り3周を切っていく。入ってきました。先頭は鈴木圭一郎、3番手には8番の青山周平が上がってくる。鈴木圭一郎がトップを奪いました。二村飛龍が2番手になりました。3番手には青山周平、その後ろ4番の神谷田です。離されて位置が6番の吉原京介。4コーナー立ち上がって、レースは残り2周を切っていく。鈴木圭一郎だ、二村飛龍も離されていない。3番手は8番の青山周平、4番手に4番の神谷田となりました。鈴木圭一郎がリードを広げています。三車身リードを広げました。4コーナー立ち上がって、よしよし、青旗回って、残りは1周、最終周回です。若獅子は今の時期しかタイトルは取れない。この若獅子杯のタイトルを是が非でも取りたいと言っていた鈴木圭一郎、ちょっとね、比例選手はね、このために走っていると言っていた鈴木圭一郎、これで若獅子は初めての栄冠に輝きます。鈴木圭一郎が優勝です。圭一郎選手おめでとうございます。そして青山周平でした。第12レース2連単7番5番です。1210円、
2連複5と7の組1060円、3連単7番5番8番で1820円、3連複578は230円でした。はい、いかがでしたでしょうか。圭一郎選手はね、さすがの走りで G2 の若手支配初制覇となりました。飛龍選手もね、ちょっと惜しかったのと、周平選手はさすがナンバーワンの走りで掲示板を外さないのはさすがでした。冒頭でお話しした携帯アプリですね、ボートレース専用ですごい使いやすいので、使ってないよーっていう方やぜひ使ってみてください。いろいろ特典もありますので、お得に車検購入をしてほしいかなと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからご確認をお願いいたします。じゃ最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、よろしくお願いいたします。はい、じゃありがとうございました。